サッカー好きだなお前ら。というわけで始まりました、ネオザフットボールによるサッカーニュース生配信、今日もよろしくお願いします。はい、こちらの配信はですね、日々のサッカーニュースをみんなで振り返って楽しんじゃおうっていうですね、そういった配信ですね。アーカイブの方はぜひとも聞き流して、サッカーニュースを集めるのに使ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。さあさあさあ、皆さんのコメントもですね、今こちらで確認しながらっていう感じで。さあ、今日の1個目はポムポムプリンさん。そして、藤本移籍しましたね。動画は見ずに神戸マリノス見てたね。あ、神戸マリノスやってたんだ今日。そうなの？今日やってたの？さあ、藤本の移籍みんなね、語ってますね。さあ、ダビド・ルイス・アーセナルはないと思いますね。エミリーがだって金ペンペ使いたいから出してましたもんね。パリ・サンジェルマンの時。ただまあ何が起こるか分かんないんで、一応ね、神戸の藤本が完全に決まったみたいなんで、ね、あ、朝ね、ちょっと速報みたいに出てたけど。さあ、大分藤本が神戸完全移籍、片野坂監督、意思を尊重し苦渋の決断ですが移籍となりました。さあ、チームとして非常に痛い戦力を失います。そのことは重々承知しており、もちろん移留を望み話し合いをしました。しかし藤本の固い決意があり、その意思を尊重し苦渋の決断ですが移籍となりましたと。ね、年俸がめっちゃ安いんだよね、藤本。確か900万ぐらいだっけ。普通にね、30ギリギリで、ね、まあ、ステップアップっていうか、そのね、プロとして稼げるときに稼ぎたいみたいな。なんかね、ツイッターでその名古屋の相馬の移籍はめっちゃ言われてるけど、藤本に関しては結構、なんていうの、頑張ってこいよみたいなね。ただ、チームとしてどっちが藤本活かせるかって言ったら、確実に大分ですけどね。うん。普通に外国人枠が多くなりすぎて、ウェリントンばっか使えないから2トップ誰と組ませますかみたいなので、ね、今結果残してる藤本ってなった感じがすごいですけどね。さあ、異例の監督&社長コメント発表、これもそうだね。まあでもね、うん、神戸見る方は楽しみ増えたんじゃないですか。逆にね、この藤本の移籍金って発表されてないよね。発表されてます？移籍金。さあ、移籍金は僕の見てるやつじゃないんですけど、そう、その移籍金で誰を取るかみたいな。むしろ逆にね、大分にウェリントン合うと思いますけどね、僕は。土曜日の夜に早速大分神戸やるので生配信してくれませんか？あ、そうなんだ。ちょっとやれそうだったら、今んとこ予定ないかな、土曜の夜は。土曜の夜はね、そうだね、あ、すいません、セックスフレンドと会う予定がありますんで、はい。ちょっとこのね、この4人の女の子たちにキャンセル入れときます。はい、サッカーのために。さあ、あとはですね、家族で聞いてた人ごめんね、と。あとは、ステップアップしたくて、会のチームに行くのアップなのが、給料の話ですね。さあ、予定ないみたいだね。冷静に突っ込まないでもらっていいですかね。うん。土曜の夜に予定ないのバレたくないから、あんまり。さあ、モドリッチ、ミランの噂出てきましたね。あ、またですか？お金払えるのかね？うん。さあ、移籍金5000万円。そんなに？そんなに大分に入んの？それすごいね、だとしたら。プラスウェリントンとかになんないかね。ちょっと5年たらいけたんじゃない？神戸だったら。あれなんですよ。大分のサッカー見てたら、まあ、単純にオナイウと競らせるっていうのもあるんですけど、オナイウはシャドーストライカーやってたんで、普通に釣り出して、トップに当てて落としたところでシャドーを拾うってやつで、ね、ウェリントンの下に2人とかでもありだと思うんですけどね。ウェリントンの給料払えない。あ、ウェリントン給料高いんだ。ウェリントン給料いくらだろう？このね。J リーグ選手名鑑エルゴラスさんからいただきましたので、これで調べてみましょう。ウェリントンの給料。今別に音声でこれ調べてるわけじゃないですよ。言い方がね、なんか音声認識っぽくなったから。さあ、ウェリントン。ウェリントン年俸8000万円なんだ。藤本の、約9倍弱。大分藤本。チーム差あるもんな。8000万。お、藤本700万っすもん。へえ、そりゃ行くよ。うん。え？
藤本よりも松本玲の方がもらってんだ。僕ごめんなさいですけど、大分のプレー、大分の試合見てて松本玲の走るコースがいつも良くないなと思ってるんで、あと守備の時のセンターバックのところの絞りとか。藤本の方がもらってないんだ。何が何だかっすね。まあまあそれまでの貢献度とかありますからね。うん、そうかそうか、700万、そうかね。ティティパンまあまあ高い。ティティパンいくらでしょうね。ちなみに片野坂さん2000万ぐらいだよね。片野坂さん焼酎はほぼロック、水ちょい足しっていう風になってますね。水割りって言わないぐらいのロックってこと。そう、藤本むちゃくちゃ安いじゃないですかこれ。スタメンで一番安いでしょ多分この感じ。うん、さあティティパンの、ティティパンまだあれかな、カニ決まってない時だったのかな。あ、いた。ティティパン1000万ですね。ついこの間まで J2 だったしね、J3 だったしね。マドリーの有害枠が今ビニシウス・ミリトンで一つ空いてるらしい。あの、あれだよね、バルベルでも取れたからってことか。バージル・ジュノベーデさん、今日のサッカーキングで水沼さんがペップがウォーカーに試合中もめっちゃ支持してるのを嫌いだからって言ってた挙句、ウォーカーの守備が気に入らないからカンセラーを取るって言ってて何も分かってないなって思いました。その嫌いだからって言ってたのは実際にソースあるんですかね。その感じはないけど、どうなんでしょう。でもその発想出る人ってことは実際に自分がプレイしてた時嫌いだったんでしょうね。うん、やっぱ自分がそうだとそういう風に見えてくるじゃないですか。さあダゾーン入ってますか。入ってないですね。うん、全部ニコニコ動画で大学生の違法配信で見てますね。っていうのをね、本気と捉えられる可能性あるからね。でも、ダゾーンとワイスカウトですね、僕は見るの。嫌いであんだけ言えるのってすげえ。そう。いや、なんか言われてるのが嫌いなんでしょ、ウォーカーが。さあ。いや、それ二十歳の頃のレオザ。言われてんのが嫌だからってこと？ああ、でも二十歳の頃のレ、19の頃のレオザは、作家さんにダメ出しされて、ムカついて言い返したら4年ぐらいライブ干されるっていうのありましたよね。さあ、ルカクが、無断、遺跡問題が浮上するのが古巣で無断練習。あ、あれ無断だったの？アンデルレヒトでやってんの。チーム練習から離脱して、ルカクってもうあれなんだよね。代理人も、ライオラじゃなくなってるんですよね。さあ、森保監督先行につなげたい。湘南杉岡からチェック。うん。なんかね、実際に高いところでプレイ見てるじゃん、こういう監督って。高いところでプレイ見るんなら実際に行かなくていいんじゃねって思っちゃうの僕だけなんですかね。この森保さんが見てるとことか、僕この間見に行ったとこと大体一緒でしょ？この斜めっていうかこうね、すごい、高いとこからこう戦術的に見るときの人のやつでしょ。で、近くね、V で見るんだったら画像でいいし。そうなんでしょうね。そう、ベナセルに関してはちょっとこの間ミランのことで喋ったんじゃなかったから、喋ってないかな。あとは、ユーベがカンセロ出してダニーロ取るメリットを教えてください。ダニーロの方が守備できるっていう判断なんですかね。でもカンセロよりはできると思います、ダニーロの方が。思慮深いというか。寄せ方とか結構考えます。4時から久保君のカスティージャの試合あるよ。ダゾンでやるんですか。森谷さんはメモといい、何から何まで古典的。だからあれですからね、本当ね、さっきの水沼さんじゃないけど、そういうね、人間関係とかさ、我慢とかそういうところでね、上がった感がもうバレちゃってるからな、みんなに。ってなるとね、こうなんか今日ね、走ってる途中思ったけど、ハリルに対しての感情が日本人怒りだとしたら、森保さんに対しては失望ですもんね。ダゾンで見れない。レアル公式で放送。ツイッターで生配信。へぇー。ってことはあれなんですか？普通にレアルのホームページ行ったら見られるんですか？へぇー、朝4時から。起きてたらやりますか？そっかそっか。コーチーニョ、デブライネロール。コーチーニョは左に置いて内側に視野取れる方が得意な選手なんですよね。さあ、レオさんね、森保さん嫌いじゃないんですよ。
ただ普通にね、客観的に起きてることを話していくと嫌いに聞こえちゃうぐらい、森保監督の、やってきたことが、なんでしょうね、リスペクトを得られてないんじゃないかなと思いますね。リスペクトは勝ち取るものなんで。バイセルヒオラモスって感じですね。さあ、あとは、トッテナムのディバラ、エリクセンの後釜というか、うん、っていう感じなのかなと思いますけどね。それこそ前線に飛び込んではいけないですけど、ビルドアップとか、なんすか、中盤の隙間で受けて失わないっていうのはうまいですから。さあ、クロースがセンターバックとサイドバックの間に落ちる現象に名前をつけてください。じゃあクロースのやるやつでいいんじゃないですか。クロースのやつ。大体クロースのやつでわかるでしょ。クロースとか遠藤やっとさんのやつって言えば。さあ、ダビル・ルイスに関してはね、最初に言いましたけど、パリ・サンジェルマンでエメリが、マルキーニョスとチアゴ・シューバー使うときに、キンペンメも出てきて、ダビド・ルイス打ったんですよ。突っ込んでちゃう癖が嫌だったって言いますよね。レアルにポグマ、マンユニ・エリクセン、トッテナムにハメス合いますか？トッテナムにハメスが合うんですか？ハメスがトッテナム入ったら、デリアリの使い方が一番いいと思うんで、ただ右のウィングでもいけますけど、エリクセンほどちゃんと周り見ながらきちんと守備してくれないですね。さあ、ファンデベイクはもうポグバ取れない時用だと思ってますね。さあ、あとはですね、ダゾーンにプレミアリーグ特集動画でランパードのインタビューあったんですが、サッカー IQ 高そうな発言はフィジカル重視思考なことは分かりました。あれ、高そうでした。僕めちゃくちゃ宮本恒さん感感じましたけどね。激しく速いサッカーをやりたいみたいな。まあ、もしかしたら僕が見てるチェルシーのサッカーと照らし合わせてるからかもしれないですけど、ちょっと不安になるインタビューでしたけどね、むしろ。速いサッカー、強いサッカーとか、練習を一生懸命やんなきゃみたいなね。あ、ハメス・トッテナムっていうニュース見た気がします。普通に両方狙ってるっていうのは両方って何に対してだろう。ケアモードの実況は、20出てからやりますね。さあ、あとは、あと25時間くらいで市場がプレミアリーグですよね。うん。開幕早すぎるってね、ペップとかクロップ言ってましたけど。今日の動画でね、プレミアのやつ話しきれてないことたくさんあるんですよ。なんで、プレミア開幕直前にもう一回やろうかなっていう、みんなと話すね。プレミア開幕直前、トーク生配信みたいなやりたいですよね。さあ、あとは、レスター今回の移籍市場でおとなしかった気がするんですけど、何かありましたっけ？あれですよ、ティーレマンス取って、あの人も取りました。アヨセ・ペレス、入荷するから。あとは、レアルはマーケティング的にイケメンやエンバペなどの分かりやすいスター選手取ってきてほしい。巨人的な存在になって、嫌われてほしい。まあ、嫌われるっていうか、まあ、そういうね、うん。なんか、チームが持ってるキャラクターみたいあります。放出はまだできるみたいですね。さあ、今日人少ないの？950人。あ、1000人行くようにぜひとも、ツイート、拡散、よろしくお願いします。まあね、まあ、みんなが楽しく見てくれてたら、それはそれで十分嬉しいんですけど。さあ、あとは、コシェルニに関しては、理由話してないんだっけ、あれ。なんか、昼ぐらいにコシェルニ理由で検索したら、1時間後の会見で話すかもみたいなツイートは見たんですけど、今ちょっと検索してみますね、コシェルニ理由で。逆に相馬は普通にあれですか、鹿島がいいからって言ってたんですか、それともメルカリで転売してくれたらより一層高値で売れるからですか。コシェルニ理由、アーセナルの新契約がひどかったから、アテナってなってるね。一応、コリーさんの記事で、現在1年残っている契約の条件は、週給、12万ポンド、およそ1700万円で、コシェルニ自身はアーセナル残留を望んでいたという、コシェルニが怪我を抱えていることから、基本給を引き下げて、パフォーマンス関連のボーナスをプラスするという条件を提示したそう。また来年の夏にはフリーエージェントで退団することもできるというオプションを加える方針であったと。評価されてないみたいなね。その基本給が他の人と比べてどうなのかってもあるし、普通にコシェルニーよりも、コラシナツとかエジュルの方が高いでしょ。だからコシェルニー的には、いや、去年は俺の方が頑張ったろみたいなのもあるのかもしれないですね。そうそうそう。アーセナルはね、こう、
ベンゲのところからカジディスが間で入ってて、次の今の人になってんだっけ。なんか変わってるよね、その責任者みたいな。だそれごとのなんかこの契約のあれで振り回されてるっていうか、ちょっと負の遺産を今清算しなきゃいけない時期になってる感じしますよね。レスターってプラート取ってたっけ。ちょっと待ってください、今もう一回見てみますね。プラートってプラートもあれだったっけ、中盤の選手だっけ。レスターはプラートは入ってないけど、あれ俺の見てるサイトがおかしいのかな。レスター、プラートで。ね、噂が上がってたのは覚えてるんですけど、ティーレマンスとフィファではキャラ似てるなとか思いながら。レスター、プラート。ああ、レスター行きが近そうっていうのが出てますから。まあまあ、行く可能性が高いんでしょうね。お、1000人までじわ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 伸びてる感じ。ありがとうございます。動画見てたら送りました。送れました。あ、動画が今日長いんだよね。ぜひとも。まあ動画見てくれたけど嬉しいんで。あとは、冬に DC ユナイテッドエジル獲得動くかもしれないらしいです。まあ、アーセナルとしてはぶっちゃけありがたいだろうな、今のエジルにね、10億以上払ってるっていうのはかなり財政圧迫してるだろうから。さあ、ライフハックチャンネルの告白必勝法面白いし、めちゃくちゃためになりましたし、ここまですごいと思ってませんでした。普通にどこかのチャンネルよりためになると思いました。拡散やいいねをたくさんしてもらってます。ありがとうございます、そこまで。本当に褒めてくれてる人は嬉しいですね。あとね、さっき T シャツ欲しいっていうコメントもあって、ちょっとね、今忙しくてちょっと人員が足りてないんで、通販サイト作れないんですけど、よろしくお願いします。ライフハックとファンデベークが音感に似てるか。さあ、アドリアンどんな選手だったか僕覚えてないですよね。前に見た気がするんですけど、ウエストハムで第2キーパーになってたんだっけ、アドリアンって。ちょっとすいません、ふわふわ今してます。さあ、レオさんはいつも好きな監督の話でアンチェロッティの名前は出しませんが、アンチェロッティの弱点はどこですか。まあ、あんまり、あれですよね。その、僕結構、中間管理職的な人は、すごいなと思うんですけど、憧れないっていうのはあるのと、あと、アンチェロッティに関しては、あれなんですよ。前からのプレスのはめ方とか、守備の時の、相手が狙ってきてるスペースの抑え方とか、そこディティール詰めるタイプの監督じゃないんで、現代型とちょっと昔の監督の真ん中のとこだなと思ってますね。ただ選手の適材適所は考えてあげるみたいなね。ベイル練習場で間取りを出ていくで調べてください。ベイル練習場？でも どうせあれでしょ？なんかベイルがまたやらかした的なやつでしょ？ベイル練習場。さあ。何も出てこないですけどね、ベイル練習場で。さあ、コーソソネイの練習場すぐ近くにゴルフ場あるので、ゴルフ好きのベルがコースに行くんじゃないかという憶測みたいなのができましたよね。さあ、あとはジダンは練習場でブラヒムと個人面談の場を設け、来季ローンに出さずにチームに残したい意向を伝えたらしいっていうのも出てきましたね。ベールはユナイテッドの練習場でニコニコ練習。マジで？昨日の動画で言った予想が当たるんですかこれ。本当かな。だとしたらね、マンチェスターユナイテッド情報局さんのブログにたどり着きましたけど、ベイルとウェールズ代表のチームメイトは、トリニダード・トバゴとの試合に向けて練習を行っている。いやいや、これ2019年3月の記事だな。ごめんなさい、ようわからんわ。さあ、あとは、ネタ枠トップ3、ネタ枠。まあ、ネタ枠っていうのはちょっと、なんだろうな、叫んでる感じになっちゃうように聞こえたら嫌だけど、見ててよく僕が、おいおいって突っ込んでるのは、マルシャル、エムレちゃん、バカヤコですね。で、僕じゃなくても普通に見てて面白いのは、ダマトラオレだと思います。とか、オリギとか。うん、さあ、分析官プロジェクトって帯同する人何人ですか？僕とカメラマンの人多分2人だと思います。もしかしたらプロデューサーさんも日によっては来るかな、みたいな。そうそう。
イヒアナチョに関してはね、プレイはね、なんか、ネタ枠っていうかあれなんだよな、もう。イヒアナチョに36億を使ったチームがあるっていうね。そうそう。体感360億。ね、ぜひとも分析官プロジェクト、こちらの方にね、ご応募の方よろしくお願いいたします。さあ、あとは、あ、そうだ、レオザとゾメのライフハックチャンネルの方もね、やっとかね。結構30分でいつもあっという間ですよね。お、1000人超えた、よかった。さあ、このかっこいいシャツはね、今ね、うちにある分だけですね。ウルブサ、アダマトラレイルだけで応援できる。あの、動画カットしちゃったんですけど、アダマトラレイル最近スタメンで使われてるんですよ。ヨーロッパリーグとかも出てて。そう。だから、ニューカッスルにサンマキシミンっていうアダマトラレイルみたいなドリブラー入ったんですよ。まあ、もうちょっと、あれかな。うん、でも、どっちだろうな、直線的、どっちも結構直線的に抜くね。サンマキシミンの方が状態フェイントとか使う感じかな。うん。でそのね、あの感じの選手同士がさ、サンマキシミンが左サイドで使われるか右で使われるか分かんないけど、アダマトラオレ対サンマキシミンが見れるかなと思うと、ウルブス対ニューカッスル、むちゃくちゃ楽しみだなってありますけどね。さあ、木崎さん経由で本田さんに分析官アプローチとかできないんですか？木崎さんから聞いた、本田さんのキャラクターだと、僕も振り回されすぎて動画に、をやれない可能性があるんで。てか、本田さん自体がブログで言ってましたよね。自分のアイデアが変わりすぎて、いろんな人が辞めてったみたい。これも経験だみたいな。ってなると、もう結構なんていうんですかね。結構自分自身も、あんまわがままって言いたくないけど、自分のプランもあるタイプなんで。そうそうそう。まあ、呼んでいただけたら嬉しいですけど、ね。危ないかなっていうふうにも思いますね。うかつに行ったら。さあ、あとはですね、ちょっと待ってね。さあ、レオさん現場で分析するときはピッチサイドでメモ取りますか？まあ、できることならちょっと高めの位置で見させておいてもらいたいけどね。で、それでなんか無線とかで送るみたいなね。さあ、バルベルデ監督に入ったら44のブロックで守るのが気に食えないらしい。何言ってんだろう。あ、そうなんだ。まあね、その人個人の話かもしれないんだね。さあ、テラスバモスから名前変えました。今日のいきなりカスティージャデビューあるのかな。で、普通に考えたらそこでスタメンじゃなかったらね、よくわかんないよね。さあ、あと、奥側これ、あ、見たんですよ。チェルシー対ザルツブルグ今日見て。奥側うまいんですけど、走るコースとか、ワンツーの時に味方との連携で走るコースとかが良くないですね。ずっと春タイプのサイドの選手やってたからかな、前のチームで。なんかハーフスペースで受けた後の選択肢が、後で試合とか見直すタイプだったら治ってくけど、そうじゃなかったらやばいかなと思っちゃいましたね。あと、南野はもう、普通にコバチッチとかをダブルタッチでかわしてすごいなって思いましたけど、そのまま、サイドに預けてシュート飛び込んだりとか。味方後使うパスですよね。ラストパスのタイミングなのかな、南野に関しては。さあ、あとは、ノーサイドゲーム見てたらラグビーの監督が上から見てインカムで指示出すみたいなんですけど、サッカーもそんな感じでできたらいいですね。なんか、ルイス・エンリケとかはね、練習場上から映像撮ったり、セルタの時はその予算なかったから、高台みたいなの作ってそこから見てたって言いますよね。さあ、あとは、今日のお馴染み面白かった。ありがとうございます。ネオさんが思う球評ドロボーは誰ですか？何やすさんだろう？何やすさんかな？ちょっと思いつかないですね。ちょっと何やすかで考えたんですけど。あとは、メッシが出ないときに攻守のトップ下で起用するのはどうですか？あ、それも当然考えてると思います。トップ下ね。テクニカルに行くときは、コウチーニョ。まあ、グリーズマンで2トップ。でも、グリーズマン2トップのときだよな。トップ下も行けるし、ビダルとかも行けますよね。さあ。あとはですね。今日、レアルがボコボコにされたら、またいろいろ状況変わりそう。レアル、AC、なんか試合やってんの今。現在。いわゆる352とか出てるんですけど。
しさ。ザルツブルグレアルが2時から、ザルツブルグレアル2時からだったの。あ、そうなんだ。 お腹すいちゃったからご飯食べ行こうと思ったけど、まあでもまあ今日は一回くも出ないしね。うん、分析本プロジェクトで関東圏のプロアマチュア高校からオファー来たらどんな基準でチームを選びますか。前の動画でレオさんがだんだんと上がっていきたいって言われたので、最初はプロからオファーがあっても内容次第でアマチュアに行きますか。そうですね、今回に関しては僕だけの話じゃないんで、そのプロデューサーさんと撮影の人と話して、そのオファーくださったチームに連絡して、あのどのぐらい撮っていいかとか、どのぐらい僕にあの仕事を求めてるかとか、一つ一つのチームと話して決めると思います。まあ、幸いなことにね、今、オファー殺到って状況じゃないので、ね。まあ、悲しい話ですけど、イベントはね、売り切れたのにね、うん、分析官のオファーはまだね、ポツポツって感じなんで、ぜひとも。まあね、でも分析官のオファーっていうのは監督に話し通さなきゃいけないですからね。そんなね、みんなが一存でできるってことじゃないですもんね。漫画読みます。そう。あとは、イオビエバートンはでも断ったんでしょ、アーセナルがね。あのあれ、ベルナルジがいるのにベルナルジ出してないよね、王室。エバートン見た時出てなかったんですけど、あれベルナルジもいない、もしかして。あれいるよね、あれベルナルジいますね。うん、ベルナルジが いて、そっちね、あのリシャルリソンとかもできるし、他にもオルコットとかできる選手いるけど、ユービーそれでも取りたいのかな。さあ、あとはクロップが補強に消極的なレオさん的にどのような理由からだと思いますか。どのポジションまだわかんないけど、その、いやでもどうだろうな。取るとしたらだってあれでしょ、サイドバックの控えとか、ただ、ね、あのレベルのチームで回せないっていうか、だからモレノも悪い選手じゃないっていうか、リバプールじゃなかったらもっと出られてるじゃないですか。ってなると同じクオリティを求められる選手が市場に適正価格で出てなかったっていうのかな。これが一番の理由かなと思いますけどね。で、変な選手出てきてっていうか、スタメン確約してくれる選手じゃないととか、あと、まあ、プレミアだから足元見られる、スタメン確約してくれるチームに行きたいチームも多い、みたいな。左のウイングね、うん。そうだね。だから、マネーが出られない時の選手ですよね。ってなると若手で今後成長できそうな選手を取ってっていうのは、そっちの方が理にかなってるのかなっていう、理にかなってるっていうか、今のねある程度完成されてるように見えるリバプールだったらそれかなって思うんですけどね。そう、完全に控えになっちゃうんですよね、今のリバプールだと。さあ、さっきのベイルの話に戻るんですが、ベイルは練習場で間取りを出ていくって叫んだ後、髪結ばずに車で練習場を出ていったそうです。さっきは分かりづらくてすいませんでした。いえいえ。あ、そんなニュースあったんですね。ちょっとこっちだと検索で出てこなかったんで、Yahoo の方だと出てきたのかな。Twitter の方で検索しちゃったからね。さあ、ユベントスアトリチコの試合ライブしますか。あ、ちょっと日程見てなかったんですけれども、ユベントスアトリチコは、何かな、ダゾンでやるのかな。ダゾン今後間もなく配信っていうところに載ってない試合ってあんま分かんないですよね。さあ、ウパベカのめっちゃ足速いセンターバックですね。マーケティング的に成功してるのはあれじゃないですか、ユベントスじゃないですか。あとレアルマドリードもね、それこそロナウド売ったお金の回収率考えたらそうだし、あとどこだろうな、まあ川崎フロンターレじゃないですかね、日本で言ったら。ダゾーンやりません。チェルシー対マンユはやろうと思ってます。竹原ピストルさんの曲はあのキッズリターンって曲はキッズリターンが好きだから聞いたな。あと人生を考えるみたいな歌ありますよね。ちょっと久々に歌ったかも、多分音程も多分違うけど、ティアニーはね来てくれたらいいけどって感じで、まあその辺もね
今日の動画で話してますんで。翔也はベンチ予想。おお。あとは他のニュース見ていきましょうか。さあ、もうなんだかんだ言って30分は経ったんですね。さあ、あとはガンバ大阪宮本監督、井手口の広島戦メンバー入り前向き。井手口使うとしたら、あ、基本は中盤の底とかいろいろ可能性あると思う。え、でも矢野がめっちゃ良くないですか、今。あれ、矢野と誰でしたっけ、矢野と倉田と、高野だっけ、矢野倉田誰でしたっけ、中盤。ガンバ。あ、矢野じゃん、矢島だ。うん。矢島めっちゃいいっすよね。もう一人誰ですか、倉田と。高江か。そうそうそう。その三人がめっちゃいいよね。で、ツートップ宇佐美と、あー、こうもあれ、最近出てます？僕見てる人は出てなかったんですけど。で、エンド途中から入ってきたみたいな。あれ、この間の、あれ、ガンバの話したっけ？この間の生配信中に、あの、ガンバが 2-0 から追いつかれた試合の話。中井、あ、ピピ君昇格したんだ。あ、追いつかれた話してないか。コスメンさんに関しては、ちょっとズマみたいな感じですね、チェルシーでいう。ビルドアップがちょっと不安っていうか。そう。これずっと矢島って言ってくる人は、あ、矢島か矢島かで言ってんの。矢島？矢島？うん。漢字でずっと言ってくる人は、これ、チャット欄見てない。あれ、この前の試合、宇佐美、え、あの、俺見たときに 4-4-2 だったんだよ、後半。4-4-2 で、宇佐美が途中から左のサイドに回されたみたいな。あれ、違う？俺の認識。遠藤入ってみたいな。うん。そうそう、その後半の話してないか。いや、なんか、あれ、そう、前半 3-5-2 で 4-4-2 変えましたね、みたいな。いや、なんかあれ、エンド入れたからそれが全部ダメみたいになってるけど、それよりも、山口ホタルが、アンカー落ちして、アンカー落ちっていうか、ダウンスリーになった時の、ガンバがずっと 4-4-2 のまま守ってて、間延びしてる中でボールガンガン運ばれてみたいな。で、それで4バックで中央のセンターバックの枚数いつもよりも、3バックの時よりも少ないから、で普通に失点したっていう。で、エンド入れた瞬間は流れ良くなってたから、そう、あれで、遠藤の運動量のせいでみたいな、うん。って言われてるのが、なんかすごいかわいそうっていうか、ね、なんかこう、やったことと結果を直接的に結びつけすぎて、過程見てない人が多いなっていうのを思ったんですよね。でもあれ、遠藤入れるとしたら、アンカーなのかトップ下とか入れて、山口蛍が降りてった時にそこついてくやつを入れるとか、そこの、だからそういうところの細かい修正しないところがちょっと、あ、やっぱ宮本さん怪しい説あるなっていうのありますね。さあ、中井くん、レオさんの予想を覆して上まで行ってくれたら嬉しいですね。多分、覆すときは僕が言ってることができるようになったときだと思いますけどね。偉そうな意味じゃなく、あの身体能力であのぐらいの技術で、今のままポジショニング悪いまま上までっていうか、いけないんじゃないかなと思いましたね。スネさんはイベントで全て分かって、何があったのか教えてほしい。まあ、僕のある友達が、スネさんの講演会行ったときに、あ、この人思ってた人と違うって思ったって話はしてましたけどね。そう。大分の藤本の件話しましたね。あとはもう外国人枠が多くなりすぎるからウェリントン使えないことを考えてっていう感じなのかなと思ってますけど。さあ。元ヴィッセル神戸の人が今のヴィッセルを見て、プロと思えない守備と言ってました。どこの部分だろう？宮初瀬あたりのところかな。でも普通にね、イニエスタ保護システムを作るせいで、中盤のブロックの作り方が、一回一回ごとアドリブになってたりとかしますんでね。この前言ったらピピ君は、もう宇佐美なのかな。でも宇佐美の方がね、その J でちゃんと結果残して得点取りまくってってあるから、誰だろうな、レナト・サンチェスみたいな感じかな。大分の問題点、532の守備ブロックですか。あ、そこ、大分の問題点はね、この間、レポート取りながら見たんですけど、結局どこでも話してないっていうね。ちょっと待ってください。大分、川崎、でも、川崎戦の後の大分はちょっとまた違うんですけど、
ロングボールのこぼれ球への準備と切り替えがないんですよ。ワントップに対するツーシャドウの、そのロングボールの回収する位置っていうのが曖昧で、後ろからボールを受ける位置取りはしてるんですけど、ロングボールがトップに出た時の落としのボールを拾う位置にはいないんですよね。そう。あとは、シャドウとサイドのセンターボック、あ、これは川崎か。うん、あでもどっちかというと川崎の問題の方が気になったかな。まあ低い位置で奪われた後の切り替えと、あと僕は松本の守備が気になりますけどね、右ウィングバックの。中島ベンチ外、へえ。ピピ君、あれですよ、ボール扱い自体はめちゃくちゃうまいですよ。ただ、ボール扱いがうまいっていう選手は、それだけの選手は今後、ね、日本、代表を背負う選手にはいないでほしいって僕は思ってるんで。さあ、14条ありがとうございます。そう、中井くん、中井レオザフットボールけ、分析とかで検索してくれたら出ると思いますんで。さあ、コーチーのビダルはもうちょっと見てみないと分かんないですね。移籍市場閉まるのが全然違うんで。そう、あとは藤本に関しては、なんかどの、もう元は話してるんで、あとは別の角度で、こういうふところ話してほしいみたいなのを指定してもらったら新しいの出せますんで、よろしくお願いします。そんな言っててね、もう36分か、あと1個ぐらいかな、ニュース。そう。コーチの取ったら左に置いて、右にね、ソンフンミン持ってくるのかなとか、ルーカス・モーラーはどっちもできますしね、ソンフンミンもできるか。うん。コーチーニョとエリクセンのトレードしないかな。そしたらバルサ今季すごいいいチームになる可能性高いんだけどね。元バルサディフェンスが血まみれにバカンス中に起きた負傷の原因は、パデルテニスって何？ひびが入った強化ガラスに衝突。へえ、プジョル、どんだけ本気でやってたんだよ。藤本の使い方、普通に4-4だと思いますけどね。3バックするのかな？ね、あ、てかスパーズコーチング取らないって、さっき英語のニュースで出たね。スパーズエンディドみたいな。ハズエンディドみたいな。そう、でもまあ、それもね、そう言っといてあるパターンもあるからね。さあ、メルテンス今季でナポリ最後かっていうの出てますね。ポグバの命運を握る敏腕代理人ライオラ、レアルに圧力をかけ、交渉成立を狙う。ユベントス復帰の可能性をちらつかせていると、ね、ラムジーにどのぐらい満足してるかっていうところもありますよね。ラビオを取ってるし、ラビオはね、もうサンリが来た後に取った選手だから、それこそポグバも取ってってことはないんじゃないかなと思うんですけどね。さあ、スカイが欲してましたね、コーチーニョ。ドゥクレね、エバートン来たらダブルボランチなのかな。ボランチのね、枚数、それこそマッカーシーとあの人、もう一人シュナイデルランを売ろうとしてるから、エバートンがもう売ったのかな。だからダブルボランチで能力高い選手欲しいんだろうね。ポジショニング能力って監督の使い方で急激に伸びる。シティの選手もともとポジショニング上手なわけではない。うん、まあね、シルバー、デブライネは結構高かっただろうけど、フェルナンジーニョとか あんなにすごい選手じゃなかったですしね。スターリングとかも、フェルナンジーニョはサイドチェンジ結構苦手なイメージありましたから。そうそう、まあそんな感じで今日もありがとうございましたね。30分だとね、こういうふうに延長してもあっという間ですね。うん、またみんな明日、いろいろ情報を持ち合って一緒に喋りましょう。あ、最終的にはもう1200人もいてくれてありがとうございます。通常動画は今日ね、もうむっちゃサッカー見た、もうドライアイになるぐらいいろんなチームの試合見たんで、ぜひとも、プレミアリーグを今季一緒に楽しむためにも見ておいてください。レオザフットボールでした。バイバイ。